はい、皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。さあ今回はヒューズに関する話題なんですけども、あのシーズン8で登場してからシーズン9に来て、ね、ヒューズは、一旦強化されました。っていうのもナックルクラスターが2回打てるようになったんですけども、そちらの強化満足していますか？こちらね、ぜひともあのご意見をお寄せください。っていうのも、このね強化が、当時想定されていた強化よりもあまりに弱いんですよ。っていうのも、本来であれば例えばじゃあウルトが強化されますだとか、パッシブ何かしらの強化を受けますとか、そういったさまざまなね大幅強化を示唆していたにもかかわらず、結局ね、今回このナックルクラスターが2回打てるという強化だけにとどまってしまいましたと。でこんな感じで、まあなんだかんだと不遇なヒューズなんですけども、今回ね、そういったね、この不遇なヒューズどうにかしようと、ユーザーたちがこの意見共感っていうのを出し合って運営に提示しました。その共感っていうのが非常に面白い内容となっておりますので、今回はこちらを紹介いたしますと。それでは今回タイトルといたしましては、現状目も当てられないヒューズのスキル、これを最強にする共感誕生ということで、今回はこちらをお送りしていこうと思います。っていうのも、先ほども言ったようにヒューズっていうのが、どういう境遇を得てそういった共感が出てきたのかっていうのを順々にご説明していこうと思います。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目、ヒューズのウルト共感についてです。ヒューズはシーズン8で登場してからそのスキルの弱さ、戦術構築での有用性のなさにより、当初はピック率が高かったものの一瞬で低下しました。このピック率っていうのが、でシーズン8終了時にはそのピック率がなんと 0.54% と、もはや目も当てられないような状況になっておりました。で新キャラでここまで一気にピック率低下するっていうのはなかなかないんですね。はい、そこでシーズン8終盤で運営がヒューズの、大幅強化を示唆しまして、ヒューズを愛用していたプレイヤーたちからこれに期待する声が多々上がっておりましたと。でね、まあそんな感じでいろいろあったんですけども、しかし結果としてはヒューズはナックルクラスターが2回打てるようになったというだけの強化にとどまってしまって、多くのユーザーが期待していたような強化は結果として訪れなかったんですね。はい、まあこれもね、当初アップデートが来た時にさあどんなヒューズの強化来ただろうって、まあ中を蓋を開けてみたらナックルクラスター2回打てますよってだけでしたね。はい、これはちょっと期待外れでしたね。はい、まあ、それによって強化された後に来る大幅なピック率上昇にも、顕著には現れなくて、現時点でピック率は 2.3% と全レジェンド中12位という中途半端な結果となっておりますと。はい、でこんな感じであのレジェンドの、ピック率の推移のグラフがありまして、もうヒューズがね下の方に埋もれてしまっていて、もはやどのグラフかわからないっていう。で、こんな感じで分かりやすく画像がこんな感じでボンとあります。ヒューズは、現在 2.3% ですと。ただなんだかんだ言ってコースティックよりはピック率現在高いらしいですね。これは意外でしたね。はい、で、まあ、そんな感じでいろいろと不遇なヒューズなんですけども、そこで今回このヒューズのスキル面を強化すべく、レディット内にてユーザーが運営に向けて共感案をいろいろと提示しましたと。でまず一つ目はウルトに関する共感ですね。でこの、ウルトに関する共感概要としてはこちらです。ボン。はい、めちゃくちゃわかりやすいですね。これはパッと見でも瞬時にどのような強化がわかるんですけども、ヒューズの円形に広がる炎の中央をクロスする形で炎が展開するようにし、これによって中央から脱出させないウルトから倒すウルトに変貌するといった強化案であるんですね。これ非常にいい強化案だと思います。もともとヒューズの弱い点として挙げられていたのがウルトの展開方法なんですね。で、あのこんな風に丸く展開するんですけども、炎が。ただそれだと敵を倒しきれない場合が多くあるんですね。で、炎の中央から動かなければ大したことはなかったんですよ。これを範囲攻撃としてのウルトにすることによって敵を直接倒し、漁夫などもより効率よく行えるんですね。で、ヒューズがこれによってより戦術面で強くなることになりますと。はい、で、まあ、こんな感じで、ヒューズの、ね、炎って真ん中を埋めようって言われていたんですけども、多分真ん中全部埋めてしまうとそれはそれで強すぎる可能性があるんですね。だからそこのバランスと中間を取ってこんな感じでクロスにするっていう案が現在発案されておりますと。これ非常にいい案ですね。はい、でこんな感じでね、強くしようっていうウルトの共感が出てきたんですけども、しかしおそらくこれだけだとあまりにも強すぎる可能性があるんですね。そして炎のダメージを少し低減させるくらいが、この共感にバランスが取れて、ちょうど良いかもしれませんと。はい、もしねこの共感に関して、この共感めちゃくちゃいいだとか、または、この共感さすがに強すぎるだとか、そういったさまざまなご意見ありましたらコメント欄でお寄せのほどよろしくお願いいたしますと。じゃあまずウルトに関する共感はこんなところで置いておきまして、次に2つ目、
ヒューズのパッシブ強化についてです。ヒューズのパッシブではグレネードを長距離飛ばせるというものがあるんですね。で、この案っていうのがヒューズのこのグレネードを飛ばせるパッシブっていうのを極限まで強化する案であり、もしこれが実現されれば今までより戦闘面において強さを発揮できる可能性があるものであるんですね。まずね、その具体的な強化案っていうのがこちらです。画像ボン、はい、まあ、こんな感じで英語でバーって書いてあります。で、ここには何て書いてあるかって言いますと、インベントリースロットを拡張し、グレネード専用の枠を作りますと。そして次に2つ目、グレネードの飛距離だとか速度、そして精度を今以上に上げまして、彼自身はグレネードのダメージを被らない、自分で打ったグレネードのダメージは被らないといった強化が書かれておりますと、はい、でこんな感じでヒューズのパッシブをそもそも強化してしまおうっていうのがこの案の概要ですね。でヒューズの強みっていうのはグレネードにもあるんですけども、その強みを最大限まで強化するっていうのがこの強化ですね。彼は元からパッシブとしてグレネードを2つスタックできるんですけども、この強化案が採用されればグレネードでの牽制だったりとか、あと建物内の封鎖などでより活躍できまして、なおかつ遠距離から投擲できればより漁夫がしやすくなることが予想されますと。はい、で、まあ、現在でもまあ大概強いんですけどもね、まあ、これをね、まあ、ヒューズのこのピック率も鑑みて、まあ、さらに強くすればこのピック率がね何かしらで回復するんじゃないかっていうのがこの案のね、まあ、結構いい点ではありますと。しかし自身のグレネードからダメージを食らわないとなると、さすがに強すぎる可能性があるんですね。でここはね、自身のグレネードダメージ食らわないのではなくて、ダメージ低減くらいがちょうど良い、強化なのかもしれませんと。はい、まあ、もしねこれに関しても、まあ、このパッシブここら辺こうしてほしいだとか、まあ、そういった意見ありましたらコメント欄でお寄せのほどよろしくお願いいたしますと。はい、まあ、最後まとめといたしまして、ヒューズっていうのが、まあ、どうしてもね、まあ、どんな強化をしても結局はね、そもそものスキルが、まあ、若干他レジェンドと比べて相対的に弱いせいで、まあ、どこをどう強化しても、まあ、結局はね他レジェンドと、まあ、差をつけられてしまうわけですね。だから、まあ、これをじゃあどう差を埋めるかって言いますと、やっぱりそのスキルっていうのを極限まで強くする必要があるんですね。だから、まあ、こういったね、さまざまな強化案がレディット内に飛び交いまして、まあ、それがね、しっかり運営に採用されれば、今後ともね、ヒューズが何かしらの光を浴びる可能性もありますと。まあ、何にせよね、この強化案が運営に目をつけられることをまずは祈りましょう。といった感じで今回の動画は以上となります。こちらの動画、もし面白かった、または参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回お送りしましたのは TIE クランのプライズでした。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。大事大事、はい、すいません、ちょっと命無慈悲に殺しちゃいました、すいません。そういうゲームです。